6月5日ビヨーンズ盛りだくさん会に行ってきた様子を Vlog 形式でお届けいたします。今回はですね、密を避けるために新幹線を使って行きました。もうね、 FSK も持って剣も持って行きますよ。高輪は浜松町でモノレールに乗り換えます。着きました。会場着です。今回ですね、10時くらいに着いたのであまりまだ人がいなかったですね。もうどうしようかなって感じで待機してます。列ができたので並びます。まずはビヨンズの部屋、今回3枚あります。初めての入室です。コロナ追跡システムのメールを登録した画面をですね、スタッフさんに見せたらこんな感じのピンクの紙をいただきました。今回1人1枚ファストパスというものを配っていただきました。ビヨンズの部屋退出しました。いや、なんとか3枚使い切ることができました。最初にミオちゃんの部屋に行きました。前から3番目に並ぶことができました。次に心の部屋に行って、最後にウータの部屋に行きました。チェキ待ちです。ビヨンズの部屋が終わっておよそ2時間後、チェキのお時間です。チェキまでの時間はもうずっとポーズ考えてましたが、こんな感じにしました。ほのぴ、いっちゃん、ウータン、にし、ミオちゃん。お次はあっち向いてほい。あっち向いてほい、終わりました。これが1回目に行った西からもらいました。これが2回目行ったウータンからもらいました。で、これがミオちゃんからもらいました。ちょうどこのミオちゃんの時行ったらジュースがもうなくて取りに行ってくれました。超嬉しい、ありがとう。西もウータンもミオちゃんも私が先に買って、次ビオちゃんたちが買って、最後に私が勝ちという感じで、すごく長い時間楽しめました。ありがとう。盛りだくさん回最後はグループお話し会です。初めてのお話し会参加、いっちゃんウータンが2枚とミオココ1枚です。終わりました。帰ります。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、ということでビヨンズ盛りだくさん会から帰ってきました。群馬に着きました。はい、もう超楽しかったです。もうやばい、もう最近のストレスが全部なくなりました。本当に楽しかった。私今まではカイディとのチェキとかも、カイディとチェキ1枚取ったらもうすぐ帰るっていう感じだったんですよ。本当に個別お話し会とかもしたことなくて、ただ今回はチェキ5枚と、あとはあっち向いてほいを3枚と、あとはグループお話し会を3枚買っていて、で、チェキとかの前に、ビヨンズの部屋にも、3回行ってきたんですけども、なんだろう、朝の10時から会場に着いて、6時前くらいまでいたので、もう超楽しかったです。今まで本当にすぐ終わって帰るみたいな感じだったんですけど、もう今回、本当に一日がっつり楽しめました。まあ、密避けるのに新幹線で行ったりとか、あとはマスクを変えたりとか、あと休憩というか間が空いたら近くの会場のトイレに行って手洗いうがいみたいな感じで自分の中で感染対策はしたつもりです。本当に声発したのもメンバーと喋るときだけみたいな感じでした。もう本当に楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。結構やっぱビヨンズの部屋が人気で、全体的にイベントが押しちゃってたかななんて感じなんですけど、もうメンバーもだし、スタッフの人たちもほぼ休憩なしでずっとなんかイベントをやってくれてたのかなと思うと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。もうよかった、本当に楽しかった。やばいんですよマジで、本当に余韻やばい。今回はですね、学んだことが結構あって、まず本当にお話し会が初めてだったんですけども、いっちゃんとウータンのグループ2枚とミオココ1枚だったんですけど、1枚じゃ足りないね。2枚まとめ出しで、いっちゃんとウータンは行ったんですけど、2枚でなんか、ちゃんと会話ができるみたいな感じだったので、その2枚出しで、いっちゃん、ウータンと話した後に、ミオココ1枚行ったんですけど、もうすぐ終わっちゃって、あーって感じだったので、やっぱり、数枚買ってまとめ出しした方が楽しめるのかなーなんて思いました。まあお話し会はどうだろう、ちょっと苦手かもしれないです。難しくて慣れかな、わかんないですけど。
とりあえずね、チェキもあっち向いてホイも楽しすぎて、マジで。もうやばい。もうあっち向いてホイも、西、ウータン、ミオちゃんって感じでやって、無事3人から、勝ってですね、ジュースももらったんですけど、あー、いつ飲もうかなって感じです。しかもね、メンバーがね、選んでジュースくれるんですけど、なんか3人からもらったやつが被らなくて、味を3種類楽しめるので、めちゃめちゃ楽しいです楽しいですじゃない、楽しみです嬉しいですもうダメだね、ちょっとね、疲れちゃいましたね、久々にがっつり、オタジュをしたので。そう、あと今回、ビタミンミーの衣装だったんですけど、もしかしたら、あの、ね、スカートが短いから、立ってチェキ取るかなって思って、ちゃったので、私もですね、ちょっとヒールで行ったんですよ。ヒールのある靴で行ったら見事にもう足がやられまして、また学びなんですけど、がっつりチェキというか盛りだくさん回参加するときはスニーカーとかぺったんこの靴がいいですね。本当に足が痛い。はい、ヒールのある靴あんまり履かないので、ちょっと気張っちゃったかなってちょっと反省してます。ということで、もうね、本当に楽しかったです。やばい、もう本当に。そう、このね、楽しかった、やばいっていうのを、会場でも撮りたかったんですけど、さすがにちょっとね、恥ずかしくて撮れなくて、はい、今ね、車の中でやってますが、本当に充実した一日でした。もうマジでありがとう。本当に幸せ。もう大好きです。みんな大好き。ビヨンズ大好き。はい、ということで、はい。っていう感じでした。じゃあ、本当にね、家に帰るまでが盛りだくさん回かなと思うので、気をつけて帰ります。それでは。ということで、今回は当日撮影した動画を Vlog 形式でまとめました。どういうこと話したのとか、どういう感じだったのっていうような詳細は、後日別の動画にして出したいと思うので、よかったらそちらもご覧ください。ビヨンズ、最高!本当に楽しかった。また会いに行きます。